晴らしい取り組みですよね。まあ、クリスマスマーケットは福岡、今ね、世界一目指してって言って、民間の中心に頑張ってますけど、やっぱり体験格差っていうことが一つ日本に今課題になっている中で、すごくみんなにとってのクリスマスって素敵な期間になってくれたらいいし、非認知能力っていうかね、やっぱりこう若い幼い時とか、やっぱり子供の自分に経験したこととか感じたことって将来にもすごく影響があるし、街があったかくしてくれたっていう印象は彼らの人生にもすごく影響があったり、心の支えに今後もなっていけたりとかすると思うんで、すごい素晴らしい取り組みだなというふうに本当に思います。行政とか、公が中心となってできることと、やっぱ民間がの方が強いところとってあるので、その役割分担でいくと、こういったことってやっぱりなかなか行政主導になると、なんかちょっとあんまりつまらないものになりそうなんで、こういう広がりがある皆さんが集まって、多分個性派揃いで束ねるの大変と思いますけど。大変です